荒野行動楽しいな。私は普段真面目に教師をしているが、休日の日は朝から晩まで荒野行動をすることにハマっている。野良でパーティーを組んで戦場に出ることも無論楽しいのだ。もう一つの楽しみ方を私は見つけてしまったのだ。それは最近フレンドになり仲良くなったももちゃんとチャットをすることだ。よし、やおやおこじだって。普段ポーカーフェイスの俺がなぜこんなに喜んでるかって、それはももちゃんに恋をしてしまったからだ。そして俺は思い切ってももちゃんをデートに誘った。いやいいですよって来たよね今。やった。もうじゃ。確か指定された場所この辺だったよな。あ？小島じゃねえか。鬼山先生、なんでこんなところに。はあ、いやそれよりも小島先生どうかしたんですか。ああ、生徒たちには内緒にしてほしいんですが、実は荒野行動で仲良くなったフレンドの方とデートがありまして。ああ、なるほど、そうだったんですね。え、まさか浩二さんですか。え、なんでその名前を。もしかしてももちゃん。え、あ、いやまあ、はい。正直驚きました。でもなんで鬼山先生が女性を装いこんなことを。え、あ、いや、友達が欲しくてですね。はい、友達が欲しかったんですよ。はい、実は。はい、そんなわけねえだろ。俺が女を装って釣られた男に対してカツアゲして金稼いでるんだよ。なるほど、そうだったんです。もし私でよろしければ友達になりますよ。ああ、いや申し訳ないですよ。そんな小島先生の立ち話もなんですから。いやいや行きましょう。いやまずは少し。いや申し訳ないです。いや到着です。気まずいな。なんか適当な理由つけて帰るか。あの小島先生。あ、鬼山先生、タピオカあるんで飲みますか。タピオカ、何ですかそれ。鬼山先生、タピオカを知らないんですか。あ、まあ、それなら一緒に飲みましょう。私が買ってくるので少し待っててください。ああ、わかりました。鬼山先生、お待たせしました。こちらです。何ですか、この黒いのは。これがタピオカです。これがですか。はい、ぜひ飲んでみてください。わかりました。美味しいので。どうですか。おお、意外と美味しいです。いいでしょう。はい。これは甘くて美味しいんです。すごいですね、女子高生とかにも人気でね。弾丸が喉に入ってきます。おお、素晴らしい例えですね。
ほら、美味しいでしょ。じゃあ私も。あ、そうだ鬼山先生、お互いに先生呼びだとあれなんで、あだ名で呼び合いましょう。あ、あだ名ですか。はい、それじゃあ鬼山先生なんで、鬼ちゃんとかどうですか。鬼ちゃん、ああ、まあ好きにしてください。私のことはこじて呼んでください。はい、あ、こじ、ああ、わかりました。それともう一つ、これからは稽古なしでいきましょう。おお、わかりました。それじゃあ行きますか。行きましょう。はじめは全く乗り気ではなかった。でもなぜだろう、コジと遊ぶにつれて初めて味わうような感覚に襲われていった。コジの笑顔を見ると自然と俺まで笑顔になる。普段のあの3人とはまた違う楽しさだった。これが友達、いや親友と呼ぶのだろうか。俺は全く悪い気はしなかった。お待たせしました。今まで喧嘩でしか楽しさや生きがいを感じることができなかった俺が、コジとのこの時間が永遠に続けばいいとさえ思ってしまったんだ。いやー、コジ楽しいね。俺もだよ、お兄ちゃん。しかし、もうすぐ時間だし、最後、記念にプリクラでも撮って帰ろうかな。そうしますか。行きましょう。行こう行こう。いやー、今日は本当に楽しかったよ、コジ。こちらこそ、楽しい休日が過ごせたよ、お兄ちゃん。じゃあまた、お互いの休みが一緒の時に、また遊ぼうね。ブラッ。もちろん。あ、じゃあ、俺はこの辺だから。またね、コジちゃん。俺こっちだ。お兄ちゃん、また。また。また遊ぼう。小島のやつも案外悪いやつじゃねえのかもしれねえな。親友ってやつも
案外悪くねえのかもしれねえな。くそが、俺もお前のせい、人生で一番無駄、俺のこと騙しやがって。